皆さんこんにちは株式会社企画の今西です。本日は Python で Twitter API を扱おうというテーマについてお伝えしていきます。以前は Python で Web API を使おうということでお伝えしてきましたが、その Web API の中で今回は Twitter API についてお伝えしていきます。 Twitter API を使うと何ができるのかというと特定の条件を満たす投稿を取得できたり自分のアカウントで勝手に投稿することができたりしますでこういったことをですね今から Python を用いて実装していきたいなと思いますよろしくお願いしますそれでは今から Python で Twitter API を叩くということでお伝えしていきますまず まぁ、あ、グロムとかで、えー、ツイッター API と検索してください。まぁ、あ、そうするとですね、まぁ、あ、いくつか出てくるんですけれども、一番上のツイッターヘルプセンターというところで開いていただくと、まぁ、あ、ツイッターのヘルプセンターというものが開きます。で、ツイッターの API についていろいろ書いてあるんですが、まあ、下の方に行くとですね、えー、このあたりに、developer.twitter.com ということで、まぁ、あ、開発者向けの、まぁ、あ、API を提供する、まあ、そのサイトがあるので、まぁ、あ、こちらに移ってください。 そうすると、このような形で出てきます。で、私自身もすでにツイッターアカウントでログインしている状態です。まあ、皆さんもぜひですね、ツイッターアカウントでログインしてください。でそしたら、この中で、おそらく皆さんのアカウント名のところを見ていただくと、いろいろあります。get started apps とありますが、この apps を押してください。 私自身ですね、3つほど Twitter API を使ったアプリケーションというものをまあ作っていますま。これはテスト用のものがほとんどです。が、実際に皆さんはこれからこの新しいアプリケーションを作っていく必要があるので、この右上とかにおそらく Create an app というのがあるかと思います。もしかしたら皆さん真ん中とか他の場所にあるかもしれませんが、この Create an app ということでアプリケーションを作成しましょう。はい。 そしたら、このアプリケーションネームということで、ま、決める必要があって、この required と書かれているところはすべて埋めていかなければいけません。まあ、基本的にこれ英語ですね。で、例えばですけれども、えー、app name ということで、まあ、ここをテスト、えー、youtube とかにします。で、アプリケーションディスクリプションということで、まあ、これ結局何をするためのアプリなのかということでお伝えする必要があります。まあ、ここも書いておいてください。英語で、まあ、適当に書いて、 置けば問題ないと思います、まあ。10から200文字と書いてあります。で、ウェブサイト URL ということで、まあ、これ必要と書いてあるんですけれども、まあ、ここですね、あのー、結局どれで使うのかっていうところで、あのー、まあ、書く必要はあるのですが、まあ、適当に え皆さんが持っているサイトもしくは、まあなんかあの知ってるようなサイト、Twitter、まあのでも問題ないのかなと思いますが、こちら埋めていただければなと思います。まあ、私自身は自分で作成したサイトのウェブサイトの URL を貼っていますが、まあ、そこまで重要じゃないかなと思います。ウェブサイト u r l will be used to source attribution for tweets created by your app とか書いてあるのですが、まあ、そこまで気にしなくていいような気がします。 で、こちらずっと下進めていき、まあ、この辺は別に required ではないので大丈夫です。で、最後ですね、tell us how this app will be used と書いてあるので、まあ、このアプリケーションって、えー、どのようなために使われるのか教えてくださいということで、まあ、使用目的ですよね。まあ、ここ書いていただければと思います。で、そして、ま、これ、ミニマム100文字と書いてあるので、これクリアしたら、クリエイトを押してください。 よろしいでしょうか。で、これでアプリケーションを作成する形です。まあ、特に時間からず作成されるかと思うので、え作成されたらですね、まあ、おそらくこの辺りに画面出てくるかと思います。で、このアップスということで、 はい。私自身ちょっと以前作っていたテスト機械学チャンネルというところのディテール図、詳細見てみます。で、今回重要なものとして、この Twitter API を使用するにあたり、大きく分けて4つの情報を、まずここから取り出す必要があります。まず1つ目がコンシューマーキー。2つ目がコンシューマーシークレット。 三つ目がアクセストークン。四つ目がアクセストークンシークレットという、これら四つの情報を、こちらから取得する必要があります。どこにあるのかというと、この中のアップディテールズ先ほど書いた部分ではありますが、これではなくて、このキーズトークンズとあります。キーズトークンズということで、こちら見ていただくと、ここにコンシューマー API キーということで書いてあって、ここが一つ目が、はい。 ちょっと分かりにくいですが、こちらが API キー、でここが API シークレットキー、そしてその下がアクセストークンとアクセストークンシークレットということで、それぞれ、はい、2つずつ記載されているかと思いますで。これらをですね、しっかりコピーしておく必要があるので、皆さん、 こちら忘れずにメモしておいてください。メモというとあれですね、コピーして使ってください。で、まあ、ここですね、まあ、新たに再発行したい場合とかは、ここリージェネレートとあるので、ポチッとしていただくと、まあ、再発行されます。はい。まあ、こうしていただければ、まあ、私自身今お見せしてますけれども、いつでも再発行できるので、はい、特に問題ないかなと思っています。 よろしいでしょうかそうすると、まあ、再発行するとニュート出てきますね。まあ、ということで、まず、ツイッター API でクリエイト、まあ、えアプリケーションを作成して、これら4つの情報を取るというところは、ここまでとなります。まあ、実際にこれらを用いて、今から Google コラボレートリーで、t w ツイッター API を叩いてみたいと思います。 はい。では、早速、やっていきますが、こちら戻ってください。一旦ここは閉じて、こちらの情報を残したままですね。まずは、これら4つの情報を記載していく必要があるのですが、その前にですね、えー、前回、ぐるなびの API を叩いたときは、リクエストというライブラリーを使用して API を叩きました。で今回は、リクエストではなくて、 リクエストオースライブラリーというものを使用して Python で Twitter API を叩くわけです。このリクエストとリクエストオースライブラリー、何が違うかというと、キーとなるのが、このスと呼ばれる、o o と呼ばれるものです。こちらの。はい。これ何かというと、先ほど前回使ったそたグルナビと Twitter API の違いって何かというと、 ま簡単に言うとツイッターって私たちアカウント情報あるんでこれログインする必要ありますよね。だからのログインをしなければいけないというのがまずツイッターの方で、グルナビの方って別にログインしなくてもお店の情報って取れるわけじゃないですか。なのでグルナビの API 発行してまあそのアクセストークンとかをゲットすればまそのタイミングで特にログインとかせずにまあ簡単に情報取れたわけです。 ただ、まあ、昨今、SNS とかウェブサービスの中で、まあ、どんどんログインとかするようなサービスたくさん増えてきている中で、このアクセス権限を許可、アクセス権限を認可するための、まあ、プロトコルっていうとちょっと難しい表現ではあるんですけれども、まあ、そういった規約が OOS と呼ばれるものです。で、これが確か2013か2012年ほどに発行された、えっと OOS2.0 っていう、 まあバージョンですよね。まあそちらが、えっと、今標準化されて使われているので、まあ、この OOS というのは、まあその SNS とかのログインとか、まあそういうアクセス権限を許可するためのまあ規約なんだなと思っておいてください。で、今回これを使わなければいけないので、前回使用した r e q u e s t ではなくて Requests o o ライブラリーというものを使用します。で、それと同時に JSON のライブラリーも使用するので、今からまずインポートしていきたいと思います。まずは JSON。 を、えー、インポートしましまょうそして先ほどお伝えした from でおそらくいけるかと思います requests と、えー、も多分 req とすると出てきますこの2つ出てきますが前回は requests でした今回 requests.os l i b r a r をインポートしますで from として、まあ、実際にこの requests.os l i b r a r の中から実際にインポートするのは oos セッションというのが あります。OOS1 セッションというのがあるので、こちらをインポートしてください。はい、おそらく Google コラボレートで標準で入っているかと思います。そしたらまず必要な情報、ライブラリーというのはインポートすることができました。そしたら先ほどの4つの情報、これらの情報をコピーして貼っていきます。で、こういった、あの、まあ、固定の変わらない値、まあ、 こういったものを定義するときは大体大文字で定義することが多かったりします。コンシューマー、えー、アンダーバーキーイコールシングルコーデーションのこちらの値コンシューマーシークレットですね。シークレットイコールでこちらの値 であとはアクセストークンですね。アクセストークンイコールシングルコーテーションちょっとここがハイフンが入っているのでダブルクリックだとうまくいかないですがこちらをコピーして貼る最後はアクセスアンダーバートークンアンダーバーシークレットですね。 イコールシングルコーテーションの最後こちらをコピーしてはいエンターをしてくださいシフトエンターをしてくださいこれではい情報としてはまずゲット、えー、入力することができました、まあ、そしたら早速ですね、えー、実際に OOS を使って認証処理を行っていきたいと思いますで OOS 先ほどのこちらの、はい、インポートしたこの中に情報としてこれら4つをそのまま入れてあげる必要がありますはい 特に難しくなく、コンシューマーキーで、コンシューマーシークレット、そしてアクセストークン、アークセストークンシークレットという、こちら認証処理する必要がありまして、これを認証処理したものを Twitter という変数に入れておきましょう。こちら。 実行します、まあ、これだけだと特に何が起こるわけではないです。で実際に、まあ、じあの API 使う際にグルナビの API でもありましたけれども、エンドポイントということで、まあ、どこの API、どこを叩くのかということで指定する必要がありました。URL をですね、まあ、正確にエンドポイントと言いますが、でこの URL、まあ、どこかないかって見てみると、えー、っとですねここの、まあ、どこ ととかか、まあ、api リファレンスとか、まあ、チュートリアルズがこの辺開けば何かかしらヒットするかなと思いますチュートリアルズということで、まあ、何かしたいときにもこれ全部英語で書いてあるのがちょっと厄介なんですけれども、まあ、こういうことしたいですよ。じゃあこの場合はこのチュートリアル見てねというのが載ってるのがこちらです。で、こっちではなくて、まあ、API リファレンスのインデックスって ととといいうところを見ていただくと、まあ、今回まずタイムラインを取得してみたいと思っています。タイムラインに関しては、まあ、ちょっと検索してタイムラインと、タイムラインとすると、ここにゲットツイートタイムラインずっとあります。で、今回はまあ他の人のいわゆる、えっと、私たちがフォローしているようなユーザーの情報を取ってくるということもできるんですけれども、まあ、それでもまずは、えっと、自分の えー、タイムライン。まあ、自分の投稿を取得したいと思いますので、その場合は、この、はい、ユーザータイムラインというものがあります。はい。get status is、ユーザーアンダーバータイムラインというのがあるので、こちらをクリックします。 でそうすると、まあ、ここにいろいろ書いてある中で、まあ、ゲットで取得できますよと。まあ、ゲットとポストとかありますが。で、どこを叩けばいいかということで、まあ、こちら、リソース URL。これがエンドポイントに当たるんですね。でこちらをコピーしていただいて、URL を貼ってください。よろしいでしょうか。でそしたら、じゃあこの URL 貼ったはいいものの、まあ、実際に、 まあどういう値を入れればいいのかなというところで見ていくと、下に、はい、ありました。パラメーターということで、皆さん覚えていますでしょうか基本的には欲しい情報を、まああちら側に渡すのに対して、どういう情報が欲しいかっていうのを、まずパラメーターという形でえ記述する必要があります。で、ここに書いてあるように、えまあいろいろパラメーターズあるのですが、 えーまあ、もちろん、さまざまなことが書かれているのですが、例えばですね、まあ、今回ここに、はい。 え、書いてあるように、ま、ネーム、ユーザー ID で取得してきたり、スクリーンネームで取得してきたり、ま、いろいろあります。が、今回に関しては、まあ、どれがわかりやすいかというと、ま、このカウントを指定しようかなと思います。まあ、何個ですかという、まあ、何個取得してきますかという値ですね。非常にわかりやすいので、まあ、こちらを入れておきたいと思います。ということで、パラメーターの中にカウントということで、 パラムズと前回同様パラムズという辞書型を作ってカウントというキーを持ったものをセットします。で、これを例えば5という風に入れてあげましょう。これでセットしてください。で、そしたらですね、ここの URL も実行しましょう。で、そしたらこの URL に対してこのパラムズを入れてあげるわけなんですね。はい。 で、これはどうすればいいかというと、リクエストの時はリクエストドット g e t としましたが、OOS の場合は先ほど使ったこの OOS1 セッションで用いたこの Twitter というこちらの値を使っても、えっと、実際にゲットしていきたいと思います。なので Twitter.get と、ゲット。ここですね。これに対して、この認証処理したものに対してゲットしますよ。どの URL に対して投げるのかというと、先ほど定義したこの URL、エンドポイントに対して、どういう値が欲しいかというと、先ほどの params という値を指定したものを投げますよと。で、その実際に投げて、リクエストして返ってきたレスポンスっていうのを受け取りますよ。ということで、レスとしてください。はい。よろしいでしょうか。 でこのレッスですね。中身見てみたいと思いますが、まあ、レッスンステータスアンダーバーコードとすると、まあ、実際にこれがちゃんと成功したか成功してないかっていうのが、まあ、コードとして返ってきます。まあ、下に見ていただくとありますかね実際に、えー、コードとして。あまあ、特にないですね。まあ、今回成功しているので200と出ていますが、まあ、そのあたりの情報もどこかに載っているかと思います。 はい。で、まあ、ひとまずですね、こちら、はい、成功しましたというのが出ているので、まあ、実際にこの情報を取っていきたいと思います。まあ、実際にはこのレスドットテキストの中に、前回同様にずらーっと情報が入っています。ただもうこれも大変なので、このように入っていて。だからこれをまあ見やすくするために先ほどインポートした json.rows、えー、としてあげてください。ロードですね。してあげることで、 このレステキストっていうのを見やすくしてくれます。はい。このような形で。はい。私のツイッターの、はい。まあ、情報が入ってますね。タイムライン情報が。で、こちらずらーっと入っているんですけれども、まあ、こちらの情報ですね。まあ、json.rows とすると、まあ、json ファイルをすごく見やすくしてくれますと。で、これがいわゆる先ほど言ったようにタイムラインの情報になるので、タイムラインズとしてください。タイムラインズと。で、こちら入れましょう。 はい。で、これタイムラインズじゃあどれぐらいの長さあるのかということで、一旦長さ、レングスで見てみましょう。タイムラインズとすると、はい、5と出てきてます。この5って何なのかというと、もうこれですよね。5個取得してくださいと投稿を決めたので、この5っていう値が返ってきてるわけです。なので、このタイムラインズの中の0番目としてあげることで、 このタイムラインの一つ目を取得することができます。こうですね。で、実際にタイムラインの中にはどういう情報があるのかということで、エグザンプルレスポンスというレスポンス見てあげましょう。レスポンス見てあげると、まあ、この中にいろいろ入っていますが、えー、ここにずらーっと見ていくと、 どこかにですね、なんかユーザーとかっていうのがあるんじゃないかなと思います。ここですね。ユーザーという情報がありますよとで。ユーザーという情報の中には ID があったりとか、スクリーンネーム、標準名とか、実際のツイッターの名前とかが入っていますよと書いてあるので、ここちょっと取り出してみましょうか。はい。えー、タイムラインの中の、今ここで代入した1個目ですね。タイムラインの中の、えー、ユーザーという情報を取りますと。 先ほどありましたね。で、このユーザーという情報の中のネーム取得してみましょう。ネーム取得します。そうすると、はい、今にアっト教育系 YouTuber ということで、 えー、書いてあります。まあ、今にゅっていうのはですね、私のあだ名なんですけど、まあ、高校時代につけられた、えー、まあ、気に入っているあだ名でございます。まあ、こういった形で私自身のツイッターの、えー、実際の名前が表示されました。まあ、実際この名前だけではなくて、ま、他にも、確かディスクリプションのところですかね。おそらくここに私の、えー、ツイッター プロフィールが入入っってていいいるかと思まますはい、入ってました、まあ、このように私のツイッタープロフィールが表示されているかと思います。ということで、まあ、タイムラインの情報、まあ、これ1投稿ですね。1つの投稿の中で、まあ、特にこのユーザーの情報ですよね。まあ、ユーザーの情報をまあ取得してきましたが、まあ、実際にはタイムラインの中でももちろん、まあ、もっと上見てみると、えー、上の方に どういう名前でやってるのかっていうところで、いろいろ書いてあったりします。まあ、どういう情報なのかとか。まあ、それこそここテキストってあるので、まあ、これテキストを見るのが一番いいですかね。ここの中の、しょ。このような形で、えー、とテキストとしてあげると、はい。 え、YouTube チャンネル更新で、これちょっと RT とかでリツイートしたものですね、私が。私がリツイート、多分幾何学の公式アカウントをリツイートしたものがタイムラインの一番上に上がってるということで取得することができました。はい、よろしいでしょうか。まあ、こういう形で、ま特に難しくなく取得することができたかと思います。はい、よろしいでしょうか。で、まあ、これに続いて、最後ですね。え、タイムラインの投稿は取得できたので、ツイート、まあ、実際にしてみたいと思います。ツイートですね。 実際に行ってみたいいと思まままますではそのまま行きましょう、はい、実際に今ここで認証処理を行ってしまったのでもう一度ここで実行する必要がありますというのと URL は先ほどとはもちろん異なります違う場所に実際のエンドポイントがあるので探していきたいと思いますがアップデートと検索してください そしたらですね、アップデート .json というのがどこかにあるかと思います。これですね。ポストステータスアップデートということで、まあ、こちらが実はツイッターの投稿を、えー、するような、えー、エンドポイント、ツイッターのエンドポイントとなっております。はい。ちょっとこちら投稿が来たので、はい。よろしいでしょうか。 で、こちら見てみると、はい。えー、post retrieve and engage with tweets と書いてあるのですが、まあ、こちら、英語で書いてあってちょっとわかりにくいと思うのですが、まあ、いろいろですね、日本語の記事出てるので、まあ、そちらを参考にしていただくのも全然ありかなと思います。まあ、今回ツイートするというところだけ、えー、まず行っていければと思うので、このリソース URL のところでエンドポイントを取得しましょう。はい。で、URL 入れてあげます。 そしたら、パラメータとして、まあ、何か指定する必要があるのですが、今回ですね、ここを見てあげると、ここに書いてあります。ステータスということで、パラメータリクワイヤード d the text of the status update ということで、このステータスが多分投稿なんでしょうね。まあ、投稿の内容ということで、えー、実際のテキストをくれと言ってるので、ここに、えー、値として、ステータスというのを入れて、 ここに、例えば、これは、え、Twitter API のテストですというふうな一文を入れましょう。で、これ実行します。まあ、ここはまだ認証処理行われてないです。これらの情報をもとに、はい。え、Twitter、また同じです。今回はゲットではなくて、ポストする必要があります。ポストする必要がありますので、 ポスト、はい、どうすればいいかというと、先ほどと同様に URL 入れてパラメータを入れてあげましょう。はい、そしたら、レスポンス返ってきました。まあ今回ちょっとレスっていう値入れてないですけれども、レスポンス200ですよということで、成功しましたというのが返ってきているので、まあ実際に Twitter 見てみましょう。おそらく、 私の、はい、出てきてます。ここ見てください。私のところに、はい、これは Twitter API のテストですという21秒前に投稿されています。はい、いかがでしょうか。このように Twitter ポストということで、この URL 指定してパラメータ実際の値を入れてあげれば、これだけではい Twitter の投稿をすることが可能です。 ただこれ何度も投稿できるわけじゃなくてもちろんリクエストを起こる制限とかがあったりするのでまあそういったのも調べつつですねぜひあのいろいろと試していただけたらなと思いますまあ今回に関してはツイッターの API のまあ基礎的な内容となっておりますのでまあ今後ですねもうちょっとこのツイッター API を使って何か面白いことをするような動画とかも考えていきますのでまずは基礎としてこちらを押さえていただけたらなと思いますということで本日の動画は以上と なります皆さん今日もお疲れ様でした今回の動画もご視聴いただきありがとうございます是非ですね高評価コメントお待ちしておりますのでどんどん記入していただけたらと思いますまたこちらからチャンネル登録できますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いします